はい、どうも皆さん、こんばんは、いつもの中の人でございます。今日はですね、前にシグマの100-400を、売却しまして、代わりに購入したレンズの話です。はい、どうぞ。キヤノンの EF100-400mmF4.5-5.6L-IS2USM というね、キヤノンの何と言ったらいいんでしょうか、定番の超望遠鏡を導入しましたというお話を今日はしていきたいなというふうに思います。今ね、エクステンダーくっついておりますが、このままの状態で私は使っております。100-400はですね、キヤノンのやつだと、7D Mark II とほぼ同時くらいのデビューで世の中に出てきました。2014年だったかなの発売でした。まあ、なんといっても売りは描写の良さですよね。7ニッパに匹敵するんじゃないかくらいの描写を持った、ね、超望遠ズームで、しかもこんなに、ね、小さい、まあ、軽くはないけど小さい。フィルター径はですね、はい、77ミリの、ね、大きめな口径ですね。うちには2405の L レンズありますけど、それでも77ミリになってます。ここ一番上がですね、フォーカスリミッターですね。フルと3メーターから無限大で、その下がオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えで、その下が IS の切り替え、オンとオフですね。で、そのさらに下、一番下が IS のモードですね。1がなんだっけ、普通に手持ちで撮るとき用で、2が流し撮りで、3が露光中のみ補正するっていうね、モードですね。で、三脚座がついておりまして、こんな風にくるくるくるーっと、ね、三脚に立ててでもこう、くるくる縦構図にすることができます。で、ここにネジついててね、ロックできます。で、ズームリングこれ見えますかね、スムーズとタイトって書いてるんですが、キュッてスムーズにするとピャーって伸びます。で、ただタイトにするとググッとな、回転が重くなって、もう全然こうやっても落ちてこなくなりますよ。しかも防塵防滴ということで、7D Mark II と合わせて、先日ちょっと雨の中撮影してきたんですが、問題なく使うことができました。で、レンズフードがこれですね、 ET83D かっていうレンズフードになっております。ちょっとすでにもう使ってるんでステッカー貼ってありますけど、あ、この子知ってますか、新吉くんって言うんですって。あの、先世紙のキャラクターですね、新幹線総合車両センターのキャラクターだそうです。で、このレンズフードをですね、こうパッと CPL フィルターとか ND フィルターとかをこうキュキュキュってできるね、窓がついております。ちょっとカメラにつけてみますか、せっかくなんで。よっ、はい、つけるとこんな感じです。ちょっと映りきんないかな。だいたいこれで重さが、ボディが1キロないくらい、まあだから 2.7キロとかそんなもんですかね。撮った写真1枚だけ見てもらいましょうか。はい、どうですかね。キヤ110ですかこれ。いやー、解像感すごくないですか。こんなんが撮れちゃうんですよね、こんな素人のが撮っても。やっぱね、このレンズの描写の良さっていうのがな、出てるかなというふうに思います。まあ、AF に関してもね、バッチリ食らいついてるんじゃないかな。電車程度だ、電車じゃないか、列車程度だったら全然いけるなというふうに思います。まあ、こうテレコンをね、挟んだ使用感については、また後日動画にしたいなというふうに思いますので、今日はね、サクッと、だいぶ、あ、もう6分経っちゃったか、結構経っちゃいましたけど、まあ、導入の報告だけというね形で終わらせたいと思います。ありがとうございました。